よ、はい、帰るよ。何でその人出てんの、お前君は。どうした、何なんかあったの、どうした先生。うん、みんなが僕のこと馬鹿にしてくる。そんなことないの、すごい似合ってかっこいいやんか、すごい。だからゆかさんもいっぱい見続けるし、みんなが僕のこと馬鹿にしてくる。そんなことない、すごいすごい似合ってると思うよ、先生は。先生の僕のこと馬鹿にしてるんでしょ。うん、そんなことない、なんかすごく個性的やし、すごく小学校入ったら人気者だと思う。ちょっと僕のことかっこいい。かっこいいよ、僕の目を見て。いや、すごいかっこいい。僕の目を見て言って。すごいかっこいいわ。まあ、ゆかさん寒い気ついてるよ、ほら。じゃあ僕の目を見て言って。すごいかっこいいよ。サンタかわいい、かわいい、かわいい、すごいかわいい、かっこいい方がいい。かっこいいよ、すごいかっこいい。だから自信持って、恥ずかしいことじゃないから。どうせ先生も僕のことゴミだと思ってる。うん、そんなことも。だから和樹君は僕の目を見て言って、すごいなんか大事な子供たちの一人だと思ってる。僕の目を見て言って、すごい大事な子供たち一人だと思ってるよ。わかった、もう大丈夫。そう、自信持っていいんやから。だから自信持っていいの。いいよ。じゃあ先生、うん、明日この格好して。黙りな。先生、やっぱり、やっぱり先生、やっぱり先生、僕のことゴミだと思ってくれる。そんなことない。じゃあ、同じ格好してよね、先生。じゃあ、今度いつかしてあげる。いつかして。約束だよ、約束だよ。夢切り現場、撮影から配線も回す。いつかね、いつかね、サムネだからね。サムネ、サムいつかだから、いつか。キンキンじゃないからね。キンキンじゃないから、ね、覚えてるよ。僕はずっと覚えてる。いつかだからね。僕はずっと覚えてる。いつか。先生がいなくなったの、僕はずっと覚えてるからね。じゃあ、落ち着いて。はい、着替えよ。メセモアライフでは、今ご覧の動画以外にも、あんな動画が、わおってことで、今日もみんな、バイブス高めにね。わっさわっさ、わっさ。